あれ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 、何したの？え、ツイッター見てた。ツイッター見てた？姫ちゃん、どういうことこれ？目の部屋です。いや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 、そろそろさ、そろそろ片付けた方がいいんじゃんこれ。ということで、本日は姫ちゃんのお部屋掃除第4弾。これあれやんな、あえてうちの親戚ちゃんたちが好きやから、お部屋のお掃除動画が散らかしてくれてあるんやんな、あえて。でも言うて物は少ない、ゴミが多いだけこれ。え、逆じゃない、プリントとかの逆じゃない、物多いけどゴミは少ないんじゃない。え、どっちも多い。ということで、はい、早速姫ちゃんのお部屋掃除やっていこうと思います。今時刻は2時15分ですね、はい、結構かかるときは5時間ぐらいやるよな。なんか今回はそんなにかからんのでは。本当3時間ぐらい。目標3時間。じゃあとりあえずビフォーアフターのためにビフォーをまず取っとくね。まず入ってすぐが、どこを歩くのかな、その空いてるところで。ひめちゃん、あーそこ、あーなるほど、そういう感じね。じゃあ歩いてきて。いや歩きづらそうやな。あれ、ここで絵描いとるんちゃった？最近デジタル描いとるから。ああ、うん、なるほどね。はい、でこれを上がっていきますと、あーまあマシじゃない。うわー、もう見えとる見えとるゴミ、うん、何このじゃがりこのカスとグミ釣れた。いや、じゃがりこのやつはあれや、原神コラボのやつやから。え、あれゴミじゃないの？ゴミじゃないよ。いや、ゴミやろどう見たって。いや、下の部分はゴミやろ。いや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 、は？下にも絵描いてあんねん。こんな感じですね。もう見るからにもうペットボトルもあるし、今日はどんなおもろいゴミが出てくるんかな。奥は、え、まあ、待って待って、奥までなだ、奥まで、どこ歩くのこれ。ここ行って。いやいや、ここ行ってとちゃうわ。本棚もさ、うん、変くなってきたからさ、うん、横に入り始めてる。本棚ね、姫ちゃんの部屋はね、狭くて収納がないっていうところが、まあ、また散らかる原因やと思うねんけど、まあ、やっていくか。頑張りましょう。はい。はい、じゃあまず上から、そのさ、下に引いてある布団、これ冬用でモコモコで暑いからさ、うん、もうついでに夏用に変えるわ、うん、ちょっと待って、ゴミ袋持ってくる。じゃあ、あの下にほら掃除機もかけたいから落としていけ、いっぱい出てくるよ。もうそれ、じゃがりこのやつさ、いるとこだけ切ったらカップで残しとく、うん、とりあえず作る。はい、分かった、ここにゴミ箱クリップ。クリップでっか。もうありえへん、なんでゴミ箱に袋つけへんの。いやー、ちょっと。ティッシュ。じゃ、そのティッシュはピンクの方は昨日ちょうど使い切ったので、まあ明日掃除するしいっか。もうなんかベッドの上だけでさ、ゴミ袋いっぱいになる。え、衝撃の映像や、ひめちゃん。枕をめくったら何それ。いや、こっちのセリフな、大量の靴下もない。汚ねえ、絶対履いたやつやろ、古いな。何それ。いやいや、ショーパンはやれへんけど、あ、洗うの。洗う。洗うんかい。洗うよ。待って、靴下まだ洗わへん。え、待って、なんか、え、それ何？その、今持ったやつ。それ今持ったやつ何？それ。いや、それ何なん？え、待って、え？いつ？懐かしいじゃないわ。匂い嗅ぐな。洗濯やろ。ゴミいっぱい出てくるやん。うん、いや、なん
か持ち上がりにできた。何もさ。泣きて、さっきのお茶開けたら炭酸開けた時みたいにシュッて言ったんやけど、なんで何だかね、何の、あんなかね、何の実験が行われとんの、お茶シュッなんて言わんくない炭酸生まれとんの、お茶の中で。靴下どんだけで。よかった。それは、そこに刺しとけない、ペン立てに。怖っ、え、怖っ、ハサミ2個も、ぬいぐるみの間に埋まっとるから、ね、気がすることはない。これは電気、もうなんかここに伸ばすのがな、寝た状態でさ、こうやって伸ばせへんから、ここにぬいぐるみの間に突き刺して散らかる原因は元の場所で戻さんからや、ゴミを捨てやんからや。ペットボトルやけど、これは使います。使わへん。じゃあこれチーフが使うとか、ね、また新しいペットボトル使って。もう絶対それ使えへん。もう濁っとるもん。からどんどん出てくる。また靴下。もうどんだけ。なあ。わかった。こうやってここに置いてあるから、学校行くときにいざ靴下欲しいってときないんやん。やさ。うん。でもこれ新品じゃん。ニコイチしてあるよ。なんでそんなとこにあるの。新品っていうか、洗ってあるやつだよ。新品か、あれじゃない、脱いだのをこうやって向いてもらって汚そうやならんか。あ、3本だけ残してる。それいつの。3月4日。し3本だけ残してある、なんで。せえよ。さよ。上のさ、頭のとそこで片付けて物を置いてから、この下のやつめくらんと。それも洗濯しよう。洗濯したばっかり。なんで洗濯したの。帰りにスーツこぼした。あ、なんでこんなとこにそこが。絶対イチゴやん。砂糖が。ベッドの上に砂糖盛りがあるってどういうこと。ほこりかぶってる。確かに。友達周辺の。だからさ、友達にさ、毎日行っていいって言われても、ごめん、ちょっと変態が無理。そうやね、ママ、友達全然呼んでいいよって言っとんのに、部屋が汚すぎて、友達が呼べへんっていう。で、片付けですね。はい。終わって、元に。で、この、ちょっと剥がして、すごい、こんなとこから痛い、あ、ごめん。いやいやいや、見て見ないでしたけど、お菓子のカス、ほら捨てて。もう姫の部屋、お菓子禁止にするよ。それはもう洗濯するから。うわー、やばー。寒ー。じゃあ、姫ちゃんのニューベッドシートです。島村ちゃんで買ってきました。シナモンオンリーじゃないんや。そう、なんか今いいのなかった。シナモンちゃんのやつオンリーはなかった。めっちゃ暑い。クーラーつける。つけよ。暖房やこれ。暖房つけんな。すごいよ、ベッド掃除しただけでこんだけのゴミが。ゆめちゃんだから言ったでしょ、ゴミの多いって。捨てろや。どう、整った。整った。見て、前のシナモンでほとんど見えへん。前のシナモンでほとんど見えへんのと、多分親戚ちゃんからしたら綺麗になったのかどうかが全くわからない。ぬいぐるみ多すぎて。下書いたぐらい、下書いてちょっと掃除機したぐらい。いや、ゴミ、ゴミ袋分半分でできたから綺麗にあったわ。うん。でもほとんど見えてないとこやったから。ここから見たらカートがなるから。じゃあ下の段行くぞ。うわ。
いや、どう片付けてるこれ。どうする？じゃあ、どあさ、うん、見ながらもらったさ、プレゼントさ、うん、どうしようかなっていうのが、あ、部屋に置きたいしさ、飾りたいんやけど、うん、飾る場所が、あ、まあまあまあそうやな。買ってくれたやつもなんかちょっと置き場所ないとここにも飾るとこ問題出てきとるよな、うん、もうすごいもん。しばらくそうか、溜まってきた。どうしようなあ、とりあえず机の上行こう。なあ、なんでさ、キッチンにあるものがあるの？ん？なんでキッチンにあるものがあるの？いや、マクドナルド食べるとき持ってったんかな。ゆで卵な。かわいい。かわいい、かわいい。開けるのなんかクソすぎて。前もさ、開けようと思ってガッて開けたら全部白やろ。基本的に開けるのが苦手。かわいい。もう一回。チャンリー、チャンリー。どうしよう。え、なんか来た。ふみちゃん何しとんの？私です。皆さん、汚い映像ばっかお見せしてすいません。私で癒されてください。あれ全然減ってない。ママ食べといたろ。これはお菓子ボックスね。お菓子ボックス入る？入る、もう空や。あ、そうなん？うん、うん、え、待って、組み立ててない、うん、組み立てたろ。なんかグッズが多すぎてさ、うん、飾る場所がな、なくなってきたな。本回収しようか。あ、ブーちゃんとかにさ、漫画、いや、漫画持ってってもらったら、もう本棚入らへんやろ。でもなんかあの、なんやったっけ、なんちゃら、なんちゃらってやつ被ってるよ、すごい。なんちゃら、なんちゃらって何？なんちゃら、なんやった、あのさ、女の子のやつ、ちょっとグロいやつ。あ、それそれ、それめっちゃ被っとんで。え、向こうにもあるの、ゴールかな。え、そうなん、うん、かぶって買っとるってこと？やば、うん、なんで？え、あ、で、ないと思って買ったんかな。向こうに効力だなって。でもなんか絶対置いときたいのはこっちに置いといて、とりあえず手元になくていいのはブーちゃんの部屋に持ってってもらったらいいやん。なんなんそれ。僕弁、僕弁って、え、僕たち勉強できない？てかさ、推しの子ピアノとか。あ、いいんじゃない。のこ14巻発売中。これも後ろから読もうかな、一旦。え、ほんでメロチより詳しくなっとんのやろ。アニメでしか見てないやろ。アニメでしか見てないから。どう、だいぶ綺麗になってきた、机の上。まあ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 、明日にする。いやいやいや、何言っとんの。連絡するの初のやつや。ババアかよ。いやいや、夫婦とっちゃうわ。いやいや、ひめちゃん、ひめちゃん、やば、うん、あれか、ひめもやっぱババアなっとるから、ウープ偉いんか。美術使ってん。うん、じゃあママがもらおうかな。なんやと思う、なんでもらうんやと思う。ももちゃんのやつ。次はどこを掃除しとんの？ここ。あ、でもだいぶ、だいぶ明日の踏み場ができたよ。すげえ、やればできるじゃん。15分かかって、多分小学校の時の教科書とかまだ残っとるから、もうさすがに小学校の時のはいらんやろ。それ捨てて、いる教材をそこに入れてたら。いるのそれ。いい、うん、教科書、うん、教科書もう捨てちゃおう。断捨離も大事。地図資料集、あ、そういうのはいるかもな。なんやだな。ちょっと看板きつね。ああ、こういう時じゃないとやらんもんね。うん。ひめちゃん、元気？元気。
3週間ぐらいの体力使ったおい、どう、だいぶ綺麗になった、うん、終わった、いや、まだやで、最後のほら掃除機かけ終わってないやん、掃除機かけ、いやいや見て、この角のほこりな、いやいや、はい、掃除機かけて、じゃあコロコロで、いやいや掃除機かけて、ここにあるんやから、はい、綺麗にしてよ。ペットボトルです。え、ペットボトル？至るとこから出てくるから。そうそう。ちゃんと角もね、綺麗に。お、ひゆちゃんが物をどけて掃除機をかけとる。えらい。もうやっとその机で勉強できるんじゃ、ひめちゃん。生活スペース増えたよ。そうだね。うん。その絨毯のさ、マットのいがみ気にならんの？めっちゃさ、このいがんのの気になるけど、気になるやろ、なんか直す、あ、そうそう、引っ張って直して、いえ、引っ張り方よちょっとちょっとちゃんと手ついとるでしょ、いや、掃除機持ってるからいや、OK よ、掃除機持ってる、了解よあ、ほら、ほとんどない、姫、これ問題の椅子、どう？おー。おー、さっきママがやった。わざわざ自分から言うっていうね、ママがやったのに、ママから言うっていう。もう姫ちゃん、カバン置くとこないね。しかも見て、パッと見水色のカバンばっか。水色？ほとんど水色。な、終了ですか？イエーイ、扇風機代わりに使わないということで、今日のひめちゃんのお部屋掃除、何時間かかりましたか？時計が見やすくなってる、イエーイ、気づいたはい、まあ多分親戚ちゃんから見たら綺麗になったかどうか分かんないベッドの上です、イエーイ、イエーイ、一応ゴミ袋半分の量のゴミが出ましたまあ、この辺もね、ゴミ忘れや、邪魔やゴミなくなったね、うん、なくなった、はい、で、下はここもスペースがね、めちゃめちゃスペースできましたね、うん、まあ、机の上もかろうじてスペースもありの、こっちも一応勉強はできるかな、で、ここもこんな感じですね、はい、まあ小増しにはなったんじゃないでしょうか、なんだこいつ12月20日に本を出版することになりました、はい、ということで、はい、ゆうちゃんのお部屋掃除動画でした、ねえねえ、もう第5弾はいいからさ、うん、この感じキープできるようにしてくれへんかな、みんな待っとるから第5弾を多分1週間後ぐらいにどうなりましたって書いてあるこのコメント欄に待ってるから、あ、まあ、伸びるんであ、期待に応えとる、そうみんなあれやから、この動画見て私の掃除しようっていう気持ちになりますとか書いてあるから、ね、めっちゃコメント見とる、みんなの手助けっていう社会貢献、そう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 っていうね、謎の言い訳で終わりましょう、はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やめろ、バイバーイ、ひめちゃん、ママこれでやっとさ、ここが歩けるようになったからさ、あそこのさ、引き出しにさ、体操服とか靴下しまえるようになったよ、何言ったの、いや、ママはさ、ひめがここ汚すぎてさ、歩けへんからいつもここにさ、洗濯物置いてくやん、え、じゃあ、りゅうちゃんは、うん、だってあれやもん、部屋入らんくてもいけるやん、いやいや、りゅうここはクチ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 、何言っとんねん、じゃあ、りゅうちゃんのはあの、こんなに床に物が置いてないから。りゅうちゃんの部屋、床に物置いてあってもいけるやん。いやいや。いけるから。いやいや。ひめのとこわざわざここわかったわ